芝香織さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回ですね、大麻の使用場所を提供した罪で、はい、懲役6ヶ月、罰金およそ4万円の実刑判決を受けたのが、ジャッキー・チェンさんの息子、俳優のジェイ